X-4X-4 はアメリカ合衆国の実験機。アメリカ航空諮問委員会とアメリカ空軍によって運用された。無尾翼機であり、愛称はバンタム。製作はノースロップ車であり、2機が製造された。初引っは1948年。無尾翼機の飛行特性についての実験が行われた。超音速飛行を行うにあたっては、 空気抵抗は小さい方がよく、その点、無尾翼機は水平尾翼などがないために有利である。また、1940年代では衝撃波発生を避けるにあたり、水平尾翼を省くことが望ましいと考えられていた。第二次世界大戦中には、ドイツのメッサーシュミット目163が開発され、1945年には、イギリスで、 デハビランド DH-108 の開発が開始されていることもあり、アメリカ合衆国でも無病菊の研究がさらに進められることとなった。無病菊の問題点として、線音速、ア音速時の操縦及び飛行安定性に問題が生じやすいということがあり、これを実験機により研究することとなった。開発、製造はノースロップ社が担当した。 ノースロップ社は無微翼機、全翼機に関心があり、1942年からは YB-35、1943年からは XP-79 の開発を行っていた。1946年6月11日に MX-810 計画として2機の X-4 製造契約が結ばれた。X-4 は後退翼の主翼を持つ、 後体角は40度34分、主翼公園外側がエレボン、内側がフラップ兼、スピードブレーキとなっていた。2機のターボジェットエンジンを搭載しており、インテークは主翼付け根にある。尾翼は垂直尾翼のみである。小型の機体であり、航続時間は45分しか求められなかった。900リットルの燃料は胴体及び主翼、インテグラルタンクに搭載される。 初号機は1948年6月に完成し、11月にミューロック犬イ,イコへ持ち込まれた。初飛行は1948年12月16日。続く飛行は浮きにより観コが使えず、翌年4月まで持ち越された。引き続き2号機も完成し、1949年6月7日に初飛行している。初号機は故障が多く、 1950年1月の10回目の飛行の後、2号機向けの部品取り機材とされた。2号機はメーカーによる20回の試験飛行の後、1950年2月に空軍と中に引き渡された。2号機の試験飛行は1950年8月から開始された。1952年にはエンジンが、 XJ30V-7 が J30V-9 に換装されている。1954年9月までに82回の試験が行われた。テストパイロットとして、チャック・イエーガーやアルバート・スコット・クロス・フィールドなどが登場している。試験では、マッハ0.8を超えると、ピッチ運動が生じ、安定性が低下、機種が下向きになりやすい現象が生じた。 このため、バルサ材を用いて、フラップ兼、スピードブレーキの形状を修正することとし、これが常に5度開いた状態に修正した。この改良結果は、非常に有効で、1951年8月からの試験飛行では、マッハ0.9を超えてもピッチ運動が生じないようになった。その後、バルサ材を取り除き、着陸試験を行ったり、再取り付けし、 試験飛行を行ったりしている。最後の試験飛行は1954年9月29日に行われた。試験終了後、初号機はアメリカ空軍士官学校、2号機は国立アメリカ空軍博物館にて保管、展示されている。アメリカン X、ビークルズ・アン・インベントリー、X-12X-50 ナサ資料2003年。ありがとうございます。